政府は10日に開かれる韓国のユン・ソンニョル次期大統領の就任式に林外務大臣を総理特使として派遣する方向で調整に入りました。韓国側からは岸田総理大臣の出席を望む声がありましたが、いわゆる元徴用工問題などが解決する見通しが立たないため岸田総理の訪韓は見送ります。林大臣はユン次期大統領と会談する予定で、新政権の対日政策の姿勢を見極める考えです。